そのスペックは平均してレベル2程度のものであり、強力な個体でもレベル3を超えることはない。私も劣化版しか作れないってこと？レベル2くらいじゃ量産したところで。遺伝子操作、後天的教育を問わず、クローン体からレベル5を誕生させることは不可能。以上、ツリーダイアグラムの演算結果を受け、本計画により被る損害を最小限にとどめるため、委員会は進行中の全ての研究の即時停止を命令。レールガン量産計画シスターズを中止し、永久凍結する。何よ、やっぱり私のクローンなんていないじゃない。きっとこの馬鹿げた計画が中途半端に漏洩して噂が一人歩きしたんだわ。いやー、でもちょっとゾッとしたわ。まさかあの時の DNA マップがね。ま、過ぎたことを言ってもしょうがないか。さ、帰るとしますか。クロコのやつ、うまく寮館の目をごまかしてくれたかな。作業はあとどのくらいかかるんだ。完全消去まで 42.28 秒と、伊坂は正確な時間を報告します。先輩から聞いた噂なんですけど、何でもクローン技術を使ってレベル5を。あっ、ん？いえ、そのクローンね、学園都市らしいといえばらしい噂よね。もし自分のクローンがいたら、サテンさんならどうする？私だったら、そうですね、夏休みの宿題を手分けしてやるかな。部屋に置いておけば寮館の目を欺くことが。ご飯が二人分食べられるの、それいいですね。メニューに迷ったら両方頼んじゃえばいいですもん。いやいや、それどっちも半分しか食べられないから。あ、確かにそうだったの。お姉様はどうなさいます？ご自分のクローンが目の前に現れたら。そうね。